大田助義教法12年5月28日は、江戸時代の旗本。浜松藩書大藩主、大田助宗の三男。二代藩主大田氏次の弟。母は、青木氏。性質は、三宅交渉の娘。子に、大田忠房、大田元を、大田氏賢がいる。官位は、十五位下、沖上。通称は式部。 漢文4年5月26日将軍、徳川家綱に敗越する。漢文11年11月29日、兄の質疑が家督を相続した際、兵兵兵3000国並びに、新田2000国を分置され、翌12年1月18日、寄り合いに列する。遠方6年、所領が、東東海国豊田軍、長城軍、周知軍5000国に変えられる。 天羅3年2月11日、定引消し、元禄3年7月3日御正組番頭、元禄6年9月15日御正院番頭、元禄10年8月23日小川となる。元禄12年8月9日少領が、信濃国稲郡五千国に開置され、松島地業所が成立する。聖徳5年3月11日、大番頭となる。 教法7年4月7日に老齢により職を辞し、教法11年12月19日に辞し、教法12年に江戸で死去、教年75、法名は非正、本行寺に葬られた、子孫は幕末まで旗本として存続する。ありがとうございます。